大丈夫だと思うけど、まあでもあっちの綺麗な方がいい。お前のじゃねえだろうな。違います。いや、話すことはないですよ、僕は。話すことはないですよ。ダース。ダースって黄色いやつだったやつ？ダース。その、カットの時間何分ぐらいなんですか？その自分でするカット3分3分3分だよ。でどういうイメージなんですか。いや、だってプロでやるんですか。てっぺんないから横と後ろだけだから、もうキョン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 ってやって、でも頭洗いだ。もうそのまま
美容院って1万円ぐらいかけてくんねんって。でお前みたいなそんなあのあれキノコみたいな頭になっちゃうんだろ。キノコとかやめてよ本当に。もうあのあれだよ、980円カット言ってこい。十分だよそれ。いや980円じゃカットできないんじゃないですか今。昔あったじゃん、まあ、1000円カットで、で消費税で1100円じゃないですか。簡単だよ、もう バリカンだけに。いやですけど、黒でやるんですかそれ。洗面でやるの。だって床に髪の毛落ちるじゃないですか。いやいや、洗面のこういうのところに新聞バッてやって、はい、バッてやって鏡見ながらシャッ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 。でもうあとはもう感覚でこうやって左手添えてここまでみたいな、こうやっぱ3分。左手添えて、そうそう、ここまでってかけてギャーッとここまでクッて当てる。だから軽いツーブロックになってますよね、たまにね、後ろ。そのだから買って止める時、今はもう同じ長さでしか買ってないよ。来ましたね。これ誰の？お前のじゃない。じゃないじゃない、僕のじゃない。か。V2。昔 V2 っていうのありましたね。ユーティリティ用だ。あ、V2 ってあの歌手。え？でもう X ジャパンの YOSHIKI とさ。知らない。え？V6 しか知らない。何が V2 なんだ、いたの。V2 だったんですよ。一曲出してるんですよ。へえー、全く興味なし。あれですよ。名前でどうせした。ダラスの S。ということでプロ用のシャフトでした。まあ小暮仕様じゃないからこの辺にしときます。ちょっと。大丈夫だねこの特殊紫。大丈夫。そのうち皆さん多分ね、ズイアッタスこの V2 食券ライン来ますからお楽しみに。いや、それより、うん、今日の牛丼の出来栄えどうなんですか。牛丼はだって肉がいいもん。あれやっぱ肉の質なんですか、牛丼の味は。いや、タレ。いや、タレのだからその今回の味付けどうなんですか。もう高級なあのだしとかそういうの使ってるからまずくなることはない。なんかちょっと弱気な発言ですね。え、いや違う、自信ある時はあるって言うけども、だって牛丼なんか誰が作ったってうまくできるもん。本当、うん、俺の腕が生きねえってやつだ。ちょっと残念な。これのカレーうどんのやっぱうどんはやっぱまあまあって言ってたじゃん、セブンの。うん、やっぱね、いつものあの高い方の名前ですよ。いや、あのね、高いのはね、あ、ツルツルだから絡まないの、ま、だからちょっとねじれたうどんの方がカレーうどんとかには合うんだよ。シェフになんてこと言うんだよお前。シェフに注文するんじゃないよお前は。あ、来たおばちゃん。向こう4人。はい4。はい。